ダルフ・ワームリー・カー,アーティスは、アメリカ合衆国の画家、イラストレーターである。生涯の大部分をヨーロッパで過ごした、印象派のスタイルの絵画を描いた、ボストンで生まれた。父親は、有能な法律家、銀行家であった。母方の先祖には独立戦争の時、王党派であった有名な人物、ジョン・ランドルフがいて、祖父は、イギリス海軍の提督になった人物である。 母方のおばに、作家のエリザベス・ワームリー・ラティマーがいる。ハーバード大学を卒業した後、両親に美術を学ぶことを許され、パリの私立の美術学校アカデミー・ジュリアンに学び、ギュスターブ・ブーランジェや、ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブル、ジョゼフ・ニコラ・ロベール・フルーリーに学んだ。カロリュス・デューランのスタジオでも学び、同じように、カロリュス・デューランに学んでいた、ジョン・シンガー・サージェントと友人となり、 サージェントの影響を受けることになった。1878年に上親がヨーロッパに移住してきて一緒にローマで過ごし、その後フィレンツェに屋敷を買って多くの客を迎えて過ごすことになった。この屋敷に何度も訪れた有名な画家ジェームズ・マクニール・ホイッスラーとも友人となった。パリに自らのスタジオを開き、1880年には、 サージェントとオランダを旅し、17世紀の画家、フランス・ハルスの作品を研究し、多くの芸術家が集まったオランダの海岸のマチス・ヘフェ人間で活動した。1881年から1893年まで展覧会に多く出展し、1889年のパリ万国博覧会の展覧会に出展し、歌作を受賞した。裕福な実家からの援助もあり、絵を売って、 収入を得る必要はなかった。1897年に、重機メーカーの創業者、コルト家の親戚の娘と結婚した。フランスのボーリューシュルメールに住んで、その地で亡くなった。ありがとうございます。